皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、井上さゆりです。今日はですね、料理に挑戦していきたいと思います。で、私がいつも作っている生きるための料理を皆さんにご紹介したいと思いまして、今日は体力ゼロのジャーマンポテトを作らせていただきたいと思います。はい。まず材料の説明ですね。じゃがいもは好きなもう食べたい分だけ使ってください。私はでっかいじゃがいも丸々1個使ったりとかしてます。今日はちょっと小柄なじゃがいもがだったので2つ使います。で、玉ねぎはだいたい半分ぐらい使います。あとはベーコンと粗挽きの塩コショウとバター、あと今日、今朝取ってきました、私が育ててるハーブです、バジルを使います。そんな感じでございます。ハーブがですね、なんかベランダで今育ててるんですけど、ローズマリーとバジルとカモミールと、あとケロットサラダ、ロケットサラダケロットサラダじゃん、ロケットサラダと、あとシソ2種類、あとなんだっけな、名前忘れちゃったけど、いっぱい育ててます。で、だいたいこうそっからベランダからブチブチちぎってパッパッパッって作る料理が多いです。そんな感じです。添加物とかがすごい苦手で、できるだけ自分で育てたお野菜とかハーブとかを使って料理することが多いんですけど、ただ体力は使いたくなくてじゃあ早速作っていきたいと思います。まず手を洗います。拭かなくていいやこのままじゃがいもを洗います。よいしょあ、ごめんなさい、移動しない方が良かったな。適当です。よいしょ。これでいっか、絶対測るやつだけどいっか、一応目を取っておく。いつもだったら爪でガッてやっちゃうんですけど、今日一応配信なのでスプーンを使います。なかなかこういう動画のやつで生きるための料理を作ってる人はいないと思うんで珍しいかなと。で、これをラップで包んで6分温めます。レンジでチンするんですけど、3分温めて裏返してもう1回3分温めてます。スタート。でまな板洗った方がいいんですかねまあいっか、とりあえず玉ねぎ皮ごと切ります。これ汚いかなネギを洗います。
したらバジルも洗います。これぐらいかな。あ、食べた。一応10枚ぐらいきっと。で、もう火つけちゃいます。お、これか。加熱。火つけちゃって、バターを入れちゃいます。いつもだったら、10分もかからず、できちゃうんですけど。で、玉ねぎ入れちゃって、ベーコン切っちゃって、これも適当ですね。5ミリぐらいかなって感じです。バッと入れて。3分経ったのでじゃがいもを裏返します。でもう1回3分。で、バジルをみじん切りにします。もう適当。めちゃくちゃいい匂いがしてきた。これ絶対熱いよな。いいかな。よいしょよいしょ。包丁洗わなくてごめんなさい。あ、いい感じ。これも適当な大きさです、いつも。あつあつあつ。はい、そしたら全部入れちゃいます。うまそう。で、最後に塩コショウを好きなだけ入れます。よし、完成。切るためです。人に料理作ったことないんで絶対に。稽古終盤から初日にかけて本当に誰とも連絡取りたくないぐらいになるんですよ。だから
その期間こう家に帰ってきて、もう本当にただ生きるためだけに食をしたい時に結構作ることが多くて。来たね来たね。全部乗るかな。乗るかな。ちょっとバジルを乗っけておこうかな。いいかな。ほい、完成しました。ゼロ体力ジャーマンポテトです。ではジャーマンポテトが完成したので早速食べてみたいと思います。こっちで撮ってみよう。美味しそうです。すごく、もうすでにめちゃくちゃいい香りがしてます。では食べます。じゃがいも食べよう。レンチンしただけのじゃがいもです。うん、おいしい、おいしい、めちゃくちゃおいしい。だって味付け塩コショウしかしてないから。間違いないですよね。どんだけ料理が下手くそな人でも絶対美味しく作れるんで、めちゃくちゃおすすめです。美味しいです。もうちょっと食べちゃおう。美味しい、最高です。時間がなくても技術がなくても誰でも味付けが塩コショウだけあれば作れる最強の料理なので、ぜひ皆さん忙しい時とか疲れてる時とかに食べてみてください。おすすめです。追伸ご自愛くださいませ。